これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4の1ベアーズ、相手陣38ヤードからフォースダウン8、あ、失礼、セカンドダウン8です。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック4番ドロップバックからワイドレシーバーにパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー4の2、ベアーズ相手陣29ヤードからファーストダウン10。クォーターバック4番オプションフェイクで自らキープを試みましたが、これはアジャストされノーゲイン。プレーナンバー4の3ベアーズセカンドダウン10、ボールオン相手陣29ヤード。ランニング枠10番ハンドオフから左オフタックルをつき約5ヤードのゲイン。プレーナンバー4の4、ベアーズ、サーダウン6、ボールオン相手陣25ヤード。クォーターバック4番ハンドオフェイから左側のネイキッド、ゲインはしておりますがフォースダウンに変わります。プレーナンバー4の5、ベアーズフォースダウン4、ボールオン相手陣23ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウト、プランベアーズ後半1回目です。ベアーズ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の5、ベアーズ相手陣23ヤードからフォースダウン4、プレーを選択します。ギャンブル。パス不成功。クォーターバック4番エンドゾーンへのパスターゲット2番、しかしこのパスはカバーされパス不成功。失礼しました、パス成功です。ギャンブル成功です。
ターゲット2番パス成功で大きい前進ファーストダウン。パス成功ですね。タッチダウンです。タッチダウンです。あ、失礼しました。タッチダウンでした。失礼しました。プレーナンバー47ベアーズトライ4ポイント、キック成功、1点追加。クラブベアーズ14点、広島ホークス0点。失礼、広島ホークス7点。プレーナンバー47広島キ、クラブベアーズキックオフ。広島リターン1番、広島陣25ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー48広島自陣24ヤードからファーストダウン点。ランニングバック21番オプションピッチを受け左オープン展開、約3ヤードのゲイン。プレーナンバー4-9広島自陣28ヤードからセカンドダウン6。インターセプト。ターンオーバー。クォーターバック3番、ここでパスを投じましたが、それを取ったのはベアーズ32番、攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー4-10ベアーズ相手陣25ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック4番、ここでタッチダウンを狙うロングパス、ターゲット82番、しかしこれはカバーされパス不成功、セカンダウンに変わります。プレーナンバー4-11ベアーズ相手陣25ヤードからセカンドダウン10。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。
プレーナンバー4の12ベアーズサーダンウェイト、ボールオン相手陣23ヤード。4番ハンドオフのミスがあり自らキープ、しかし大きく交代しフォースダウンと変わります。プレーナンバー4の13ベアーズフォースダウン17、ボールオン相手陣32ヤード。ここでホイッスル。レッドオーバー、リレーのゲーム、クランベアーズ、ワイドを渡して開始が行われます。オフェンスの反則です。フォルススタート。失礼しました、ディレイオブザゲーム、遅延行為を働きました。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー4の14ベアーズフォースダウン22、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣37ヤード。広島このパントをカバーし広島陣15ヤードからの攻撃となります。プレーナンバー4の15広島ファーストダウン10、ボールオン自陣14ヤード。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー4の16広島セカンドダウン8、ボールオン自陣16ヤード。ナニバック21番ハンドオフから右オフタックルを突き約6ヤード7ヤードのゲイン。プレーナンバー4の17広島自陣23ヤードからサーダウン10、失礼、サーダウン残り1ヤードです。中央へのランプレー、
ボールが止まった位置の判定を待ちます。ファーストダウンには至っておりません。フォースダウンとなります。プレーナンバー4の18広島フォースダウン残り1ヤード QB スニークでファーストダウン。クォーターバック3番ノーコール QB スニーク相手の気を突き大きく前進ファーストダウン。プレーナンバー4の19広島自陣36ヤードからファーストダウン点。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック3番ワイドレシーバー40番にパスを通し大きく前進ファーストダウン。プレーナンバー4の20広島相手陣37ヤードからファーストダウン点。タッチャーランニバック21番オプションピッチを受け左オープンを独走相手タックルを振りほどきそのままエンドゾーン飛び込みタッチャー広島6点獲得。プレーナンバー4の21広島トライ4ポイントタッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点、エンドゾーンにボールを持ち込むと2点加点します。ここでホイッスル。チームタイム広島後半1回目です。広島はここで後半1回目のタイムアウトを取りました。広島は後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り2分3秒プレーナンバー4の21広島トライ4ポイントプレーを選択します。2ポイントコンバージョン2点を狙って2点での逆転を狙います。ここでホイッスル。チームタイムクランベアーズ後半2回目ベアーズ後半2回目のタイムアウトを取りました。ベアーズ後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の21広島トライ4ポイント2ポイントコンバージョン2点を狙いに行きます。決まれば逆転。
判定を待ちます。プレーは中央へのラン。2ポイント失敗、6点止まり。広島ホークス13点、クラブベアーズ14点。プレーナンバー4-22、広島キックオフ。試合時間残り2分3秒。クラブベアーズオンサイドを警戒します。サイドキック、このキックは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームであるベアーズは5ヤード下がって蹴り直しをするか、出たところから5ヤード前進した地点での攻撃を選ぶか、あるいは自陣35ヤードからの攻撃を選べます。キックのアウトオーバー、ベアーズは自陣出たところから5ヤード前進しての攻撃を選択しました。ベアーズファーストダウン。プレーナンバー4-23、クラブベアーズファーストダウン10、ボールオン相手陣46ヤード。クォーターバック4番 QB ドロー、ゲインはほとんどなし。しかしランプレーですので時計は回ります。プレーナンバー4-24、ベアーズ相手陣46ヤードからセカンダウンテン。試合時間まもなく1分30秒を切ります。右オフタックルでのランプレー、ゲインは約6ヤード。ここでホイッスル、キャリア10番。チームタイマー、広島後半2回目、広島ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。広島後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-25、ベアーズ相手陣41ヤードからサーダウン5。試合時間残り1分9秒。キャリア10番、右オフタックルへのランプレー、ゲインは約3ヤード。ここでホイッスル、チームタイムアウト。
広島はここで後半3回目のタイムアウトを取りました。これで広島のタイムアウトはなくなりました。広島後半3回目のタイムアウトを使いました。プレーナンバー4の26ベアーズフォースダウン3パントフォーメーションを選択、失礼、プレーを選択します。ギャンブルです。ギャンブル成功、ファースト。広島ここでクイックドロー、バックス大きく前進しファーストダウン、攻撃権更新です。プレーナンバー4の27ベアーズファーストダウン10ボールオン相手陣27ヤード、2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、広島ホークス13点、クラブベアーズ14点で、クラブベアーズの勝利です。本日は応援